はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、スターホースポケットやっていきたいと思います。さてですね、前回刀ハービン、デビュー戦が、オッズ 1.0 倍で、勝利でですね、ダートの中長距離戦が距離適正だということで、逆に向いてなさそうなダートの1400出すと2着と、敗れ去りまして、ダートが向いてないことが分かり、でじゃあ芝の短距離戦ならどうかって言ったら、ぶっちぎって勝ちました。相当の距離適性合わないところよ。相当のスピード潜在能力は持ってそうですね。で最後に2歳オープンを勝って、ちょっとこれは危なかったんですが1着を取り、で、道あるも合っているということが分かって、で今に至るということで、ですね、この馬は、芝のレースをのみを使っていきたいと思います。気象も普通ということが分かりました。まあ普通なら問題ないでしょう。やりました、株券で生産ですね。こうなるとなんかいいペースで入ってきますからね。遠征はあまり得意でなさそうってちょっと嫌な感じはしますね。2000はどうかな、微妙かもな。おそらくデビュー戦 1.0 倍なんで、いきなり、G1 に出したいですよね。そこでですね、ちょっとベストの馬体重を、今476キロ。まあ誰でもいいや。馬体重は、なるほど、もう一絞りなんですね。これで、ベストな状態をキープしている。状態はまだ絶好調じゃない。さあ、おそらく472がベストなんでしょうかね。ちょっと待って、皐月賞出したいんだが、そう、3周か、放牧させよう。3月を4周まで放牧させます。これで皐月賞に合わせたいと思います。さあ、放牧から帰ってきました。体質はどうなんでしょうね。調子をもっと上げないといけない。おっと、調子が落ちた。スタミナ上げることはできるけど、やっぱり、おっと、勝負根性 SS 判明。あんまりってことは、勝負根性を上げる必要はないかな。470だったらどうなんだろう。毎日杯。馬体重は
っと細めということは、やっぱりベスト体重は472キロなんでしょうね。で、三冠に挑戦したいとなると、やや、ダービーまで間がないんで、いや、思い残りで作らないといけません。さあ、皐月賞登録です。なるほど。いいジョッキーがいないな。和田、この前宝塚記念取りましたからね。あまり若すぎるジョッキーだとな。よし、ノリにしよう。うん、あんまりまだ調子が良くないと言われてます。ベスト、馬体重はベストな状態ということで、2.6 倍、一番人気。まだ飛び抜けた一番人気ではない。まあ、成長しきってないのかもしれません。オルフェーブルが出てきます。ただ、二番人気は、サダム・バテックっていう馬なんですよね。オルフェじゃないんだ。わからんな。3、4でも買っとくか。3番人気が中山ナイト、4番人気がベルシャザールですね。デポニアあたりも不気味だよな。やっぱり実を取ってますからね。さあ、このあたりで行ってみましょう。1枠1番ですね。スタート。まず、三冠第一関門皐月賞です。出してまだ調子が上がりきってない。おそらくこれ成長しきってないってことだと思うんですけど、お、飛んだ。スターターはまずまずですね。これだったら先段に加わりそう。落ち着いて進めてますね。
2番ペートクヨー、それからデボネア。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーその内からはファダムパテック、そしてその外にドンセンダー、内から1頭4番オルテーブル、一番後ろにステラロッサ。オルフェーブルは後ろから2番手ですね。スタラオバテックも後方、やっぱり中山は前に行かないとねってことが考えるといい位置じゃないでしょうか。4番手はさあもう4コーナーです。どうだろう、中山ナイトと競ってるぞ。それから当選ラーが伸びてきた。当選ラーが結構鋭いな。粘り切れるか。粘り切った。まず1冠目。OK です。スタート A。 オルフェーブル9着とは、まあそうでしょうね。やりました。ちょっと馬体が問題。ショートケーキをいただきます。お片アイベスクがプレミアカップに受付してますね。こちらも楽しみです。はい、というわけで、皐月賞、クラシックの第一関門である皐月賞、見事に優勝することができました。ま、中長距離ということなので、クラシックはもっと、この馬に合うでしょうから、チャンスだと思います。はい、では次回をお楽しみに。はい。まあ、いつも通りですが、チャンネル登録、高評価、コメント、SNS を拡散、歓迎しております。ブログやツイッターもやっております。またですね、この動画の最後で関連動画、動画プレイリスト流れますので、お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。